駅名看板取り替え前の駅入り口北大宮駅は埼玉県埼玉市大宮区土手町3丁目にある東武鉄道の打線の駅である。駅番号は TD02、島式ホーム1面2線を有する地上駅である。駅舎は東武ストア北大宮店を併設し、ホームとは階段と地下道により連絡している。エスカレーターエレベーターはなく、車椅子は階段に備え付けられた。 昇降機を使う。駅業務は東武ステーションサービスに委託している。トイレは駅構内には設置されていないが、駅横にある東武ストアの裏手に店舗トイレを兼ねた男女別の推薦式トイレが設置されている。宇都宮線の線路が西側に並行しているが、宇都宮線には駅はない。また、駅の出入り口は駅東側に1箇所しかなく、線路の西側へは、 当駅の大宮公園駅寄りにある踏切を渡るか、大宮駅寄りのアンダーパスをくぐる必要がある。2010年度には駅構内の案内板がピクトグラムを用いたデザインに一新された。ホームにあった、吊り下式の駅名標、路線図は撤去され、駅名標、路線図、所要時間と一体型になった自立式案内板が設置された。また、出入口にある、 駅名看板が取り替えられた。2020年度の1日平均乗降人員は5374人である。近年の1日平均乗降乗車人員は下表の通りである。駅前は大宮公園周辺の低層の住宅地が広がっている。駅のすぐ横を埼玉県道164号港のす、桶川埼玉線が通るが、駅とは直結していない。 駅前広場もなく、細い道路のみでのアクセスとなる。ありがとうございます。